どうも、長める大です。畑野慎一郎です。今回は歴代ゴジラシリーズの中でもひときわ異彩を放つ怪作、ゴジラ、ミニラ、ガバラ、オール怪獣大進撃についてなんですけど。異彩を放つってなんか怪しい言い方ですね。というわけで今回はあらすじ端折って話していきますが、まず今作の大きな特徴といたしまして、ゴジラが現実には出てこないところなんですよ。どういうことですか？今作における怪獣たちって主人公の小学生の少年の夢の中の存在なんですよね。夢の中の存在？なんか幻想的な感じですね。本作の主人公の一郎は汚い川崎の工業地区に住む両親が共働きの鍵っ子で、同級生からいじめられてるちょっと孤独な少年なんですよ。そんな孤独な一郎くんが夢の世界で怪獣島に行き、ミニラとの交流を通して勇気を学んで、最後には無事一人の力で銀行強盗とっちめるみたいなノリなんですよね。ちょっと待って、情報多いんだけど。まずなんで鍵大将じゃなくて銀行強盗倒してんの？まあ様々な紆余曲折を経てそうなるんですけど、まず個人的な感想を言わせてもらいますと、僕も小学校低学年の一郎くんと同じ年の頃、彼と同じく鍵っ子だったので、なんかえらくノスタルジックな気分で今作を見てました。ただ僕は自然豊かな田舎の団地に住んどったし、物心についた時にはもう周りに友達がおったもんで、一郎くんのように寂しい鍵っ子ではありませんでしたけどね。学校から帰ってきたら親父の職場に今帰ったって電話入れて、そこからランドセルぶん投げて外に飛び出していくみたいな。なんか想像つくわ、その絵面。でなんか今作公開当時の69年くらいって、鍵っ子ってのがちょっとしたトレンドやったみたいなんですけど、ぶっちゃけ僕は鍵っ子ってので寂しい思いをしたことなんか皆無で、むしろ親が家にいて厳しくてあんま遊べん奴らの方がかわいそうに思ってましたけどね。要は行けたら行くって言って絶対来ないやつのことですね。日本全国どこでもいたでしょうね、行けたら行くって言って絶対来ないやつって。そんな鍵っ子の僕だからこそ、なんか一郎くんに親近感湧きつつも、同時にデレかわいそうに見えちゃって、ちょっと切ない気分にもなりましたね。鍵っ子とか親がいないとか僕的にはどうでもよくて、やっぱ友達がいるかいないかの方が小学生には重要だと思いますんで。あとさ、ちょっと余談すけど、この時代の家庭で一人っ子って珍しくないですか？はいはいはい。一郎くんっていわゆる団塊ジュニア世代よりも上の世代くらいなんですけど、90年代に小学生だった僕の世代でも一人っ子なんて同級生全体でも一人だけとかでしたよ。確かに珍しいかもね。やろう。俺の世代でもほとんどいなかったと思う。僕は3兄弟で友達にも恵まれた鍵っ子だったんで、むしろ自由を謳歌し、親が厳しい友達のことを憐れんでいましたけど、一人っ子で友達のいない鍵っ子って相当きついでしょうね。この主人公一人っ子という設定にしてくれたおかげで、個人的には一郎くんの孤独感がより鮮明になって、彼の夢の世界の怪獣島が好きになれたんですよ。どういうこと？今作に出てくる怪獣島って少年のワクワクする夢ではなくて、彼の現実を反映している意外とシビアな世界観なんですよね。へえ、この設定で意外とシビアなんだ。ゴジラはぶっちゃけ過去作の映像の使い回しが多いんですが、カマキラスやクモンがエビラにガバラを相手取ってずっと殺し合いしてまして、少年の夢の中の怪獣島なんて牧歌的でのほほんとした地面からはかけ離れとる生存競争の激しい非常に野生味あふれる世界観なんですよね。でそんな怪獣をゴジラの息子であるミニラが一郎くんと友達になって、同時に怪獣とのナビゲーター的な立ち位置になってくれるんですよ。でめっちゃ喋るんですよね、ミニラって。ミニラ喋んの？ミニラは基本的に一郎くんと同じ人間の子供サイズでして、めっちゃ喋って怪獣島のこととか自分の悩みとか話してくれるんですよ。でここぞで怪獣サイズになって父親であるゴジラの熱戦授業を受けたり、自分をいじめるガバラに立ち向かったりするんですよね。ミニラの悩みってなんか面白そうだね。そこが今作の肝なんですが、怪獣島自体が一郎くんの現実を反映した夢の世界なので、ミニラも一郎くんをいじめるガキ大将と同じ名前の怪獣ガバラにいじめられてるんですよ。でそれに立ち向かうミニラの背中を見て、一郎くんが一歩成長する物語になってるんですが、まあ一郎くんの体験してる現実のいじめより、なぜかミニラは数段エグい状況なんですけどね。一郎くんってガバラくんからいじめられとるっつうか、まだからかわれてるの範疇なんですけど、ミニラはもうがっつりかれてますから。怪獣の世界観のいじめってどんな感じなの？ちなみにガバラとミニラの体格差はまさに大人と子供ぐらい違うんですけど、173センチの僕で例えるならシャキーロニールと殴り合いしてる感じですね。こんなの抵抗もできないじゃん。やっぱ怪獣って過酷なんですね。でこの体格差からボッコボコに引きずり回されて、とどめは頭をアイアンクロー的な掴まれ方して電気流されます。もういじめじゃなくてただの殺人未遂じゃん。そんなミニラに対して一郎くんは、逃げた方がいいってとか、俺の知ってるガバラより猛烈だとか言うんですけど、個人的にはいやお前の夢の世界やろってなんか笑っちゃったんですよね。確かに君の感じたストレスを反映させた世界観なんやろうけど、君はここまでやられてないやんとか、てかぶっちゃけ君 S やろって言いたくなるくらい、ミニラの方がかわいそうなんですよ。笑っちゃ悪いと思うけど、なんかこの映画めっちゃ見てみたくなった。ま
一郎くんを擁護するならきっと彼が抱えていたストレスは引きずり回されて電気流されるくらいのもんだったでしょうね。で、何の因果かこんな事態に巻き込まれてしまったミニラのガバラ相手に立ち向かうモチベーションが面白いんですよね。いじめられてばっかじゃダメだって感じじゃないの？あんまり逃げてばっかだとゴジラに弱虫って思われるからなってモチベーションでガブラに挑んでいくんですよね。なんかミニラって変なところで妙なプライドを見せてくるんですよ。やっぱどっかで怪獣王の息子としての自覚はあるんでしょうね。まああまりにもガブラにボコボコにされて結局ゴジラに泣きつくんですが、でも一郎くんよりもミニラの方が数段きつい状況っていうのはまさにこの泣きつく場面に集約されてるんですよ。マジかってゴジラ怒るの？いや怒るどころか戦えやってミニラの頭こづいて腹に膝入れますから。マジで虐待じゃん。まあやっぱふぬけた文明生活を送る人間たちと違って怪獣たちは野生なんでここは厳しくしていかないといけないんでしょうね。事実ゴジラはミニラにあんま俺のそばに来るな、一人で戦って生きる練習しろって言ってたらしいんで、多分ゴジラ族にとっては我が子の腹に膝入れる教育方針は普通なんでしょうね。ちなみに僕はこの膝蹴りで普通に爆笑しました。てか一番突っ込みたかったのはなんで息子のミニラが父親のことをゴジラって呼ぶんやってってところでしたけど、そこお父さんとかじゃないんだ。一郎くんに合わせてくれてるのかも知れませんけど、普通にゴジラかねとか言うんですよね。あのバキですらユージローのこと親父って呼んどった気がしますけど、もうなんかこの時点で人間の考える親子関係とは全く別物みたいなんですよね。なんかもう聞いてるだけで異彩を放ってるのは伝わりました。まあ確かに今作はただ見てるだけだとゴジラシリーズの中でも特に子供向けでぶっちゃけ人気が低そうなんですけどね。ただ個人的には少年の現実のストレスを反映させた夢の世界の怪獣島って設定がなんか好きでしたね。どうせならもっと夢っぽくめっちゃくちゃやってみて欲しかったぐらいですね。というわけで最後に一つだけ僕のマイフェイバリットシーンを挙げさせてほしいんですけど、それはミニラの話の聞き方なんですよね。何その意味不明な部分。なんかこのミニラって微妙に一郎くんと視線合わせないんですよ。一郎くん話しとるときに顔だけ近づけても目はあさっての方向いとるって言いますか。でエビ越しみたいにずっと口が半開きのまんまで一郎くんの話を一応うなずいて聞いてあげてるんですが、最後のリアクションが口が開いたままで目を合わせずなんですよ。僕がゴジラだったらまずこの話を聞く姿勢から怒りますねってところで、じゃあお疲れっす。ハッピーバースデーという俺の下手なダミ声、この調子外れ笑って君のためだけに歌込めたブーケー。